馬が舞う、馬が舞う、馬が舞う。上毛新聞公式ポッドキャスト、馬が舞う。この番組は群馬県の地方新聞上毛新聞で働く社員たちの裏話を中心に群馬の今を紹介するポッドキャストです。多彩なゲストをお招きするほか、実際の取材現場や紙面、イベントなどのエピソードを紹介していきます。現場で奮闘するリアルな声を聞いていただき、少しでも群馬のこと、そして上毛新聞のことを身近に感じてほしいという、そんな願いが込められています。ご案内は営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まもなくゴールデンウィーク、はい、世間でいうところの大型連休ですね。楽しみですね。伊藤さんどんな予定で？まだ何にも予定がないどうしよう、ね、コロナの、ね、行動制限というか、世の中割とイベントなども普通に行われるようになってきましたので、はい、今年は久しぶりに遠出をするぞとか旅行に行こうとか、ずっとやりたかったことをやりたいという方もいらっしゃるとは思うんですけれども、はい、伊藤さん似てるかもしれません。私も、できるだけ人混み避けたいそういうの苦手なタイプあらで、なんか地元ね、あんま遠出しなくても地元で連休ならでは楽しめることないかなとかっていろいろ探りたいタイプなんですけど、お子さんと一緒に何か楽しめることがあったらいいですよね。そうなんだよね。物理的にあんまり長距離にね、っていうのもあるんですけれども、そんな話をしていたら、いやいやそれだったらこの人いいんじゃないという形で、はい、トントン拍子で話が進み、今日はスタジオ国に来ていただいて、はい、ゴールデンウィークこんな過ごし方いかがでしょうかというそんな話になりそうですが、はい、ゲストの方今日はどちらの方でしょうか。はい、本日はですね、木工製品の製作などを行っている赤ゲラクラフト代表の山田博久さんにお越しいただいております。おお、話によると同世代の方なんですけど、はい、上毛新聞とのつながりも結構長いことあるみたいで、そうですね、そのあたりの話もいろいろ聞いていきたいなと思います、はい、ゴールデンウィークのお過ごし方の参考になればと思います。ではこの後山田さんをお招きしてトークしていきます。それでは始めていきましょう。馬が舞うスタートです。それでは本日のゲストに登場していただきましょう。赤ゲラクラフト代表の山田博久さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこちらから簡単にプロフィールをご紹介させていただきます。山田博久さん、1987年千葉県浦安市のご出身です。教育学部への進学のために群馬に引っ越していらっしゃって、教育キャンプの引率をする学生ボランティアをしたことをきっかけに、大学ご卒業後自然教育のお仕事をしていらっしゃいました。2022年にフリーランスとなり、どんぐり活動家としてどんぐりの見分け方とか、虫の処理とか、そういったことや自然遊びを中心とした自然教室を親子向け、学校向け、指導者向けに実施していらっしゃいます。自身の木工品の販売をしているほか、木や竹などを活用したい人への木工、木材コーディネートを行っていらっしゃるということです。どんぐりを通じて自然のこと、暮らしのこと、生き方のことを伝える活動をしていらっしゃいます。改めて山田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田さん、なんか上毛新聞とつながりが結構。そうですね、過去にもどんぐりの記事で取材を受けたことがあるんですけど、はい、最初にお話をいただいたのは、週刊風っ子で、風っ子ファームという、3年間こう畑を子どもたちと、耕して収穫するというプログラムを一緒に、上毛新聞さんとさせていただいたことがありまして、その時の記者さんから、お話をいただいて、今日はここに座っています。なるほどだ、もうかれこれ10年ぐらい前。10年前くらいですね、はい、そう、1987年生まれということで、また同級生の、そう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 、こう群馬で広がる同級生のは珍しいですよ、僕ね、63年、36歳の人たちがね、今年で36歳の人たちで、はい、いろいろで10年前にそういう形になって、
て、で現在は去年ですかフリーランスになって、はい、どんぐり活動家、はい、どんぐり活動家という肩書きを勝手に自分で作ってこれどんな活動を、そうですね、あの自分個人的に本当にどんぐりが好きだということに27歳頃ちょうど10年くらい前に気づきまして、でどんぐりを拾う旅に出かけていったら、ズブズブとどんぐり沼にはまり、どんぐりが仕事になるんじゃないかなとか、どんぐりの情報発信がお金になるんじゃないかなと、仕事になるきっかけになりそうだったっていうところがあって、5年前頃からどんぐり活動家を狙ってたんですけど、ようやく去年ですね、去年の4月に独立をしてどんぐり活動家を名乗り出しました。なるほど、はい、ついについにもうあのすいません、こう1年分ぐらいどんぐりっていうワードを聞いたような気がするんですけどすでにちょっと今どんぐり迷路に入りました。あ、はい、そもそもどんぐりってこれは実なんですか、種なんですか。はい、どんぐりはですね、よく種って思われがちなんですけれども、植物の分類学的には、果実の仲間に分類されます。果実。あんな硬いのに。そうですね。あのどんぐりそもそもはブナ科という植物の分類が、バラ科とかイネ科とかの中にブナ科というものがあるんですけれども、ブナ科に属する植物につく、果実のことを総称でどんぐりと呼びます。日本にはブナ科の植物が主に22種類あると言われていて、その木につく、木の実ですね、はい、を硬い実と書いて剣花というふうに書くんですけれども、それを一般的にはどんぐりと呼びますね。あ、じゃあ一般的にあの、見ているどんぐりって、あれだけじゃないんですね、何種類もあるんですね。そうですね、22種類、国内外国のものも合わせると日本では30から50くらいは見つかるかなと思います。はい、すごい。あ、今気づきました、山田さんの T シャツ。そうなんです、どんぐりのどんぐりなマークとワッペン。あ、背中に、すごい背中にいろんな種類のどんぐりのイラストが、あはい、たくさんあります。食べられるものから食べにくいものまでいろいろありますね、はい、どんぐり、じゃあ栗とは違うんですか。あ、栗もですねブナ科の植物なので、広く言えばどんぐりの仲間と言っていいと思います、はい、あ、じゃあ、それが食べられるどんぐり系の代表みたいな。そうですね、栗とあとは、なんとか C の名のつく、はい、あのどんぐりは食べやすいものが多くて、例えばマテバ C とかスダ G とか、そんなようなどんぐりは生でもえぐみなく食べられるどんぐりの一つですね、はい、拾ったまま食べられる。拾ったままでも食べられます。へー、すごい。結構こんな話をしていると昔子供の頃に木から取って食べたよっていう方も年配の方では特に多いですね、はい、おやつ代わりにどんぐりを食べてたっていうのはよく聞きます。はい、そうです。なんかすっごい今昔の記憶が掘り起こされましたけど、はい、高校のね日本史の授業で、縄文時代、縄文土器と一緒にどんぐりが、はいはい、みたいなね、貝塚で見つかったみたいな。そう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 、うんうん、なかなかあの僕歴史はそれほど詳しくはないんですけれども、あの縄文時代からどんぐりの木、おそらく栗ではないかなと僕個人では思いますけど、それを栽培して取っていたというふうな話は聞いたことがありますね。ちゃんと食用として育てていた、はい、そうですね、栽培をしていたという、ことを聞いたことがあります。そういう説もねあって、はい、実際に食べたことがあるとさっき、はい、そうなんです。私大学で歯学科だったんですけど、その授業の一環で発掘とかもしてたんですけど、はい、その中でどんぐりをすって、何ですかね、お餅みたいな、そうですね、ペースト状にしたものをちょっと固めて食べるっていうのを、焼いて食べるっていうのをやったんですけど、美味しかったですか。ちょっと まずかったです本当はあの、従来やらないけど、今食べるのには美味しくはないので、味噌だれをつけて食べました。あ、そうですか。えぐみのあるどんぐりもたくさんありますので。そうですね、はいはい、いや、これは食べ物ではないんじゃないかなって思ってました、はい、種類が分かれば食べやすいものも選べますので、なるほど、はい、
栄養価も高いんですかね。そうみたいですね。あのミネラル成分というか、あの土からたくさん栄養を取ってるので、まあ、山菜を食べるような、感じで栄養はすごい高いって言われていますね。じゃあ結構森の動物とかからすると、貴重な食料みたいな。そうですね。あのこの間の放送であの鳥獣被害の方が出てらっしゃいましたけど、はいはい、やっぱりクマなんかも、はい、あの大好物で食べていて、まあ、どんぐりが少ない年はクマが山から降りてくるなんていうのもやっぱりどんぐりに栄養がある食べ物っていうのが大きいなと思います。なるほど。いやすごい、すいません導入のいろんなお仕事をされている中でちょっとまずどんぐりでこんだけ時間興味がすいません、でもともと山田さんは千葉県出身で完全に I ターンという形ですか、はい、大学を機に I ターンですね、縁もゆかりもなくあの、学校の先生になるために群馬にやってきて、で千葉でもあの畑と田んぼのない町で育っていて、この群馬という土地がすぐ山もあるし、畑もあるし、あの自然に近い場所だったので、そのままなんと居つくように住みましたね。はい。でもね、まあ、先生になるためにっておっしゃってましたけど、今は結構そういう自然遊びを中心とした自然教室みたいなね、そうですね、そういったところでまあ普及活動というかそういうことはやっていらっしゃると。はい、あのここ群馬に来てからのキャリアとしては、子どもたち夏休みに子どもたちをキャンプ場に連れて行って、親から離れ学校から離れ共同生活をする、そこの学生ボランティアみたいな形で、最初あの群馬の山に入ってで、そのままその似たような仕事に就いたので、まあ、自然の中で子どもたちと遊ぶっていうのが、まあ、一番こう筋としてはあの仕事の中で通ってるところですね。はい。でその他に現在は木工木材コーディネートっていうの、これはどんな、はい、そうですね、あのどんぐり活動をやっていく上で、あのだいたいどんぐりが取れるのは秋から冬にかけてになってしまって、じゃあそれ以外の時期はどうするのっていうのが一つ私の中であの課題があって、で子どもたちに木工教室教えるのがとても好きだったので、お箸を作るとか竹とんぼ作るとか、それで木を加工するのがすごい楽しく自分に合っていたので、どんぐりの形をしたどんぐりの木で作ったアクセサリーとかグッズを作ろうと思ったんです。はい。でそれを実際作ろうと思うと、あの公園の木を勝手に切るわけにもいかないし、どこでホームセンターで売ってるわけでもない木なので、ちょっとこう悩んでしまったんですね。でたまたま周りに、いろんな 木の加工に詳しい方がいらっしゃったので、木こりを紹介してもらったり、木をなんて言うんでしょう、切って材料にしてもらう製材するという方を紹介してもらったり、で木こりからもいつでもその木があるわけではないので、山田君クヌギの木が手に入ったよ、どんぐりの木が手に入ったよそんな連絡をいただいて、取りに行き、そこからあのどんぐりのアクセサリーとか木工品とかを作るようになったっていうのが、自分のまず経験としてありました。で、木こりとか木工作家さんの話を聞いていると、木工作家さんは、外国の木とかではなくて群馬の木で作りたい、けど群馬の木がどこで手に入るかわからない、木こりさんたちは群馬にたくさん木があるんだけれども、群馬の木を使ってくれる人がそんなにいない、というふうなミスマッチがあることが分かったんですね。で、私そのいろんな木こりさんとか木を扱う方々に出会うことができたので、そのミスマッチをうまくこう組み合わせるというのが、できると、群馬の木たちが変にこう捨てられることなく生かされるんじゃないかなと思って、木工木材コーディネーターという肩書きをつけて活動してます。じゃあもう本当にそれはビジネスみたいな形で木こりさんから木を、そうですね、はい、いろんなところにお渡しをするその仲介というか、そうですね、はい、木をそのまま、販売して仲介をするというのもありますし、こういう商品を作ってほしいというのがあったら、じゃあ私が、代わりに木こりから木を買って加工して、お届けするということも可能ですね。はい、すごい、今日はなんかちょうど今テーブルの上にいろんな実際の商品みたいな形で、はい、ヒノキの木を、ナイフでこう削って、なんて小さいツリー型にこう削っていったものなんですけれども、その上にアロマオイルを垂らして、アロマディフューザーとして使えるものです。で、この木材も、私の知り合いが、家の裏のいわゆる防風林、風を防ぐ木を、切り倒さなきゃいけないと。
でその木をなんとか使ってくれる人がいないかという相談を受けたところからスタートをしていて、でその木を、まあ、僕は木材レスキューと呼んでいるんですけれども、その木を使ってくれる人を集めて、薪ストーブに使う方、あとは子ども食堂の丸太の椅子に使いたいという方、まあ、そういうものをつなげて、いったんです。で、私はそのヒノキの木をですね使って、あの皆さんにこうヒノキの香りとアロマを楽しんでもらいたいなということで、そのアロマディフューザーを作っています。今ちょうど私と伊藤さんの手元にそれが実際ありまして、はい、ちょっと匂い嗅がせていただきます。すごいいい香りですね。なんでしょう、この高級な感じというか、すごいちょっとアロマリッチな気分になります、ね。そうですね。そうですね。すごいリラックス効果もあると思うので。片方はアロマが、そうですね、少しついている。片方はヒノキの香りが多分強いと思います。本当ヒノキ風呂の香りです、ね。そうそうそう、めっちゃいい香りです。なかなかこう木の香りを嗅ぐって機会あまりないので、こうすごくリラックスした気持ちになれるかなと。あ、まあ、実際の商品またね、あの、はい、ウマガムツイッターからもね、写真で見ていただければ、ご紹介させていただきます、はい、ぜひぜひ。なるほど、はい、続いてアクセサリーですか。はい、これすごい、どんぐり型のアクセサリー、ピアス、イヤリングなんかを作っています。あ、じゃあこれせっかく伊藤さん、はい、かわいい。あ、結構軽いんですね。そうですね、あのこれ材料に屋久杉という、世界遺産屋久島で産出される木材を、うん、使っているんですけども、はい、あのこういうどんぐり、最初こうお客さんが見るとこれどんぐりですかって聞かれるんですけど、でも実は木材 で、はい、でそのやっぱりどんぐりという言葉、あとは見た目がやっぱお客さんの目を引くので、この木の話をするというのにすごくどんぐり取っかかりがいいですね。きっかけになりやすいんです、はい、でその屋久杉という木も、群馬の杉と屋久島の杉の木は遺伝子的に全く一緒なんですです。で、あの群馬は日照時間がすごく、多いので、はい、1年でこう年輪がたくさん育つ、はい、年輪の幅がすごい広いんですけど、屋久島はあの1年間雨が降ってるっていうぐらい雨の多い場所なので、よく見ると年輪の幅がものすごく狭い。めちゃくちゃ狭いですよ、はい、今こう1センチぐらいの大きさですけど、すごい、多分20年弱ぐらい、数えられないぐらい、はい、ありますね、その1個に詰まってますね。本当に形としてはどんぐりなんですけど、はい、木目がびっしり詰まっているっていう感じです、うん、今あの世界遺産にもなってしまって、新しくは木材、屋久杉はもう切り出すことができませんので、だん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 こう貴重になっていく木材を、はい、できるだけこう残していく、いろんな方にも持っていってもらいたいなというふうに思いますね、はい、すごい、アクセサリー一つにもね、こうやってドラマがあるというね、すごいですね、はいはい、うんうん、せっかくなんでもう一個、もう一個、いろいろ今日は本当にたくさんいろいろ持ってきていただいて、はい、その缶を、開けてちょっと匂いを嗅いでいただきたいんですけれども、ね、はい、本当に何ですか、お、何ですかこれは、本当にまたヒノキとは違 う、 そうです、ね、甘い感じの、はい、甘くてスーッとしたような、うん、ミントっぽい、そうですね、ミントっぽい香り。これはあのクスノキという、はい、樹木なんですけれども、あの隣のトトロが住んでいた木としてもとても、はい、そうですね、有名で、あの神社とか小学校とか、うん、ご神木のように長年こう育つ樹木なんですが、あの今嗅いでもらったように香りにすごい特徴のあるものなんですね。これこそあのアロマオイルも何もつけずに木の香りそのままなんです、ね、そうなんです、はい、缶の中に何ですかね、削り節みたいなものが、そうですね、って入ってるんですけど、はい、その削り節からすごいいい香りが、はい、いや本当にあの靴のクリームが入ってるようなね、缶ですね、缶です、敷き詰められて、うんうん、いや何度嗅いでもいい気分になるっていう、はい、いい嗅ぎ続けても飽きない感じがすごくいいですね、うんうんうん、はい、これあのそのまま、あ、そのまま販売もするんですけれども、あの子どもたちのワークショップでも利用していて、この切りくず、削りくずをカンナを使って子どもたちに削ってもらうというワークショップもしています。カンナって大工道具なかなかこう使う機会がないと思うんですけど、子どもたちこう最初は不慣れな手つきでやるんですが、だん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 削りカスが上手になっていくので、だんだんこう子どもたちも笑顔が出てきて、で香りも楽しめて、子どもたちの
木工体験の一つになるんじゃないかなというふうにイベントでやってますね、はい、これ削ってるそばからこの香りがしてくるって削りたてが一番香り強いので、最高だなと、はい、やってみたいですね、まあ、冒頭ねゴールデンウィークでってお話と、うん、さっきワークショップでっていう話も出ました、うん、はい、はい、あのここまでお聞きいただいた方はなんとなく想像つくと思いますけど、はい、そういうことですので、もうちょっとたっぷり告知ありますので具体的なワークショップの話なんかもこの後させていただければと思います、うん、ね、森をきっかけに具体的なこう製品になったりしていろんな形で自然の魅力を山田さんは広められて、すいませんちょっとまた一個気になっちゃったんですけどあの製品っぽくないこのゴロッとした大きなどんぐりが一個あるんですけど、はい、ぜひ手に取ってみてください。これ大きいですね、はい、日本に22種類あるうちの日本最大と言われているどんぐりです。これどこで、これはですね、このどんぐりは奄美大島で拾っているんですけど、どんぐりであんまり見かけない立派などんぐり、これもツイッターであげてあげたいですね、うん、このなんていうんですかね、なんかあのなんだ帽子みたいな部分、うんうん、これがこんなに分厚いんですね。はい、分厚いですね。沖縄と奄美大島でしか、あの取れない、あの日本固有種でもあるんですけど、沖縄裏白菓子という日本最大のどんぐりです。へー、すごい。結構あれですか、東日本はい、にしかない木とか西、まあ、沖縄ね奄美って今話出ましたけれども、まあ、分布の違いみたいなのも結構特徴的なことあるんですか。そうですね、ぴったり分けられるものではないんですけども、西に多いどんぐりと東に多いどんぐりっていうのは確かにあの存在はしますね、はい、例えば、はい、少し難しいあの名前出しますけれども、はい、あのクヌギという丸っこいどんぐり、うん、あのもじゃもじゃの帽子のどんぐりがあると思うんですけど、はいはいはい、どちらかというと東日本に多い、西に行くと同じようなどんぐりなんですけど阿部巻という別のどんぐりがあったり、ちょっと地域によってあの 分布が異なることがありますね、はい、あ、じゃあもうそれ全国にどんぐりってあるけれども、え、じゃあ山田さんそのコレクターとしてのどんぐり活動も。そうですね、まだ全種類日本のはあの集められてはいないんですけど、とりあえずあの場所はどこにあるかなというのは確認はしています。なるほど。結構もう揃えたいですよね。そうですね、ここまで来たらもう揃えたいですね。あと何種類ですか。あとですね、8種類ぐらい。あ、結構来てますね。そうですね、あの取ったはいいけど保管失敗してっていうのがあるので、もう一回取りに行かなきゃいけないというのがありますね。虫でとかって。あ、虫とかとは乾燥して割れちゃったりするので、そういうのが結構難しいところで、数たくさん取ってればあのえりすぐりのどんぐりが残せるんですけど。でもこれね、22種類うんうん、全部コレクションできたとしても世界には1000種類というところで。そうですね、世界あのどんぐり図鑑というのがありますけど、そこには900から1000種類と書いてありますね。はい、日本の22種類多いかなって思うんですけど、はい、あの海外と比べると実は少なくて、そもそもは海を渡ることができない種なので、島国という日本ではどんぐりの種類ってあんまり多くないんですよ。日本22種類で、比べるとタイという国ではだいたい120種類あると言われているぐらいなので、はい、じゃあその世界に名だたるどんぐり大国なわけですね。そうですね、はい、へえ、はい、大陸はあのそれだけどんぐりの多様性があるというのは分かりますね、はい、いや勉強になりますね。でどんぐりは当然集めるだけではなく、はい、私も思い返してみると、うん、ちっちゃい時本当にあの手元にどんぐりあるとテンションが上がって、うんうん、なんか集めて拾っちゃいますよね。拾うよね、うんうん、なんかいろんな楽しみ方あると思うんですけれども、はいはい、集めるだけじゃない楽しみ方ってなんか、遊び方は、どんぐり遊びっていろんな工作とか遊ぶものとかたくさんありますけど、はい、まあ、工作だとどんぐりコマが一番こうメジャーで楽しいかな。やったありましたね、はい、あのコマこう作るとなると穴を開けて棒を刺して少し難しいんですけど、はいはい、あのどんぐりそのものでも結構回ったりするので、はい、あのちょっと実演しますね。あ、はい、あの何もつけてないただのどんぐりなんですけど、バランスのいいどんぐりはクッと綺麗に回る。へー、あ、
おお。音でしか伝わってないかもしれない。いやいやいや、まあポッドキャストなんで。MC 二人が楽しんでっていう。あの特にこう工作とか手先が器用じゃなくても、どんぐりを拾ってそのままこう回してみようっていうのを子どもたちと一緒にやると夢中になって回そうとするし、あのどれが一番回りやすいどんぐりかなっていうのをまたもう一回拾い出したりするので、しかも子どもたちと遊ぶときって特にこう決まった遊びを作るというよりかは、もう子どもたちと一緒に遊び方考えながらやるのが面白いかなっていうふうに思いますね。はい、絶妙な形ですもんね。そうですね。もうちゃんとしてるね。そうですそうです。子供によってはこう回りやすいようにちょっとどんぐりを削り出すことができたり、はい、もうなんかこだわってなんとか回してやるんだっていうだけでもすごく楽しく遊べるので、はい、あのおすすめですね。あとはもう本当にあのどんぐり遊び何でもいいなっていうふうに思っていて、あの今このスタジオにどんぐりを1個隠しました。なんて言うと子供たち多分こう。こぞって遊び出すと思うので、まあ、お家の中でもどんぐりを拾ってきて5個隠したよなんて言うと、子どもたちもあの楽しく遊び出すし、多分おそらく、自分たちもこうじゃあ次は僕が隠すって言って、はいはい、また遊びがどんどん広がっていくと思うんですよね。だから親子での遊びもそうだし、学校とか、友達との遊びの中でもこうどんぐり一つでもたくさん遊びが作れると思うので、はい、あのいろんな遊びをしてもらいたいなと思いますね。はい、今子供たちね取り巻く環境ってどん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 変化してるし、うんうん、まあ、それこそ、ね、はい、ネット環境がとかっていろいろあると思うんですけれども、うんうん、まあ、そんな中でも遊び方としてはね、うん、こうどんぐり遊びっていうのは変わらない魅力っていうのはありますよね。そうですね、入り口として、あの結構子供たちのあの現状を見てると YouTube を見てるとか、はい、ゲームをしてるとか、習い事に行ってなかなか外で遊べないとか、そんなようなあの現状が多いなと思うんですけど、はい、あのなんていうの、自然の大切さとか、はい、楽しさとか、そういうものに、気づくきっかけに、まあ、どんぐりがなるんじゃないかなというふうに思っています。いきなりこうキャンプに行こうとか、はい、登山に行こうとかなると、虫が心配とか、トイレ汚いんじゃないのとか、はい、なかなかこう足が進まないことが多いと思うんですけど、はい、まあ、どんぐりだったらちょっと公園に行って拾って、そうですね、でこう自然に触れ合うすごいいい入り口になるなというふうに思うので、はい、まあ、あのそういう意味でもどんぐり遊びっていうのはあの推し進めています。いいっすね、確かにそのきっかけとかそういう入り口って意味では、うん、そう、うん、私もちょうど今ね上の子供が間もなく3歳というところで、はい、どんぐりデビュ ー, おーちょうど良くなってくるかもしれないいっぱい拾ってくるんじゃないですかね。でも公園とかで遊んでると確かにこれ何って言って、うんうん、葉っぱ拾ってきたりとか枝拾ってきたりとかってあるんで、うんうん、そういった意味ではね、そうですね、絶妙な形のどんぐりがこれから存在感を放っていく可能性は、はい、高い。トトロのメイちゃんみたいな感じじゃないですか確かに、あそこにもあそこにもっていう、そうだよ、ね、私ちっちゃい時の記憶で、はい、どんぐり集めてきて、うん、でなんかその後、まあ、いわゆる虫問題、はい、はい、よくありますよね、はい、これはやっぱりまあ、どんぐり活動家の方にお聞きするのも大変もしかしたらネガティブな話題になってしまうかもしれないですけど、はい、虫問題ってこれどう対処すればいいですかね、はい、そこちょっとやっぱり心の中に引っかかっちゃうところある。そうですよね、あのどんぐりをやっぱり楽しんでほしいので、まあ、その虫の処理というか、そこも含めていろいろお伝えしてますけれども、あの一般的には、煮沸消毒をするか、あとは冷凍するとあの虫の問題は解消されますので、どんぐりで遊びたいなという方はぜひあの取ってきてすぐあの熱湯で、まあ、1分ぐらいですね、あんまりあの熱しすぎると割れてしまったり、してしまうカビやすくなったりもするので、1分ほど煮沸をして、でよくこう乾燥させるというのが一番いいかなと。 あとは冷凍も楽ちんで、あのタッパーとかジップロックなんかに入れてもらって、まあ、4日から1週間ぐらいですかね、冷凍しておけばあの大体中の、あの虫はやられていくので、はい、その上で遊んでもらえるといいかなと思います。見分けるのは結構難しいですか？穴が開いてると虫がいるのかなとか、そういう。そうですね、あの穴が開いてるのに虫がいるという印象多いですけども、はい、あの穴は中にいた虫が出てった後の穴なので。ああ、そうなんですか。そうですね、だから穴が開いてるのは逆に虫はいない安心なあのどんぐりですね。なるほど、はい、綺麗なものの方がいないのかと思ってます。あ、そうですね、逆でじゃあこれまで全く逆だったんですね。そうなんです、そうなんです。確実にこれは煮るか
凍らせるかと、はい、しないといけないやつですね。そうですね、あの殻が硬いものだったら虫があの穴を開けられないので、あの全然虫の出ないどんぐりっていうのもありますけど、はい、基本的には軽くあの煮沸してあげるといいかなと思います。それはぜひあのお父さんお母さん、ね、心がけていただきたいかもしれないですね。子供が拾ってきたらまずは煮沸するか、煮沸するかしていただいてちょっと茹でるねってまずね、ちょっと貸して一旦預かりますパターンです、でも預かってる間に忘れちゃいそうですあの SNS とかで、はい、あのどんぐり早見表じゃないですけど、はい、あの葉っぱとどんぐりの帽子の形で、まあ、大体群馬に落ちてるどんぐりって10種類ぐらいになるので、こう見分け方を親子でこの葉っぱかな、この帽子かな、これはマテバシイかな、シラカシかなみたいな、そんな楽しみ方もできると思うので、ぜひあの SNS なんかも、ね、見てもらえると嬉しいですね、はい、でもそこから調べていくと確かに、うん、そのまあ、環境みたいなところとか、うんうん、いろいろあれですよね、勉強的なところでも幅が広がってきますよね、うんうん、そうですね、さっきもちょっとお話ししましたけど、あのどんぐりが少ないと、まあ、クマが食べる食料が減って、クマが山から降りてきちゃうんじゃないかとか、はいはい、あのどんぐり一つでもこう山のこと自然のことをこう思いをこう、うん、馳せるというか、はい、まあ、そんなきっかけにもなるんじゃないかなっていう思います、はいはい、あとはどうですかね、こう生き方なんていうとあの大げさかもしれないんですけど、私あの鶏2羽と、はい、一緒にあの前橋の田舎町で過ごしているんですけど、まあ、そういうと田舎暮らしが好きなんかなと思われますけど、はい、でもやっぱり Wi-Fi があったりとか、もちろんテレビがあったりとか、はい、まあ、その現代的な生活も一緒にしているんです、ただ都会の電車に乗って、あの出勤するとか、はい、でもその生活は合わないなっていうのが、まあ、あって今の生活をしてるんですけど、今子どもたちどん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 技術が発達していってるので、まあ、便利な生活便利な暮らしというのにこうずっとどっぷり、浸っていると、はい、自分がこうどういう生活が、はい、身に合うかなっていうのが分かりにくくなっちゃうんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね、だから、まあ、現代的な便利な遊び、はい、暮らしも大事だし、ちょっとこうキャンプとか登山とか、はい、どんぐり遊びとか、少しこう田舎っぽい遊びなんかも一緒にやると、はい、なんて言うんでしょうね、生活の価値観の物差しが増えるんじゃないかなっていうふうに思っていて、はい、まあ、その一つがやっぱりどんぐり、いいきっかけになるだと信じてますね。すごい、いや熱量が素晴らしいですね。そうだ、単純にそうどんぐりが好きっていうのももちろんあるんですけど、うん、どんぐりから広がっていく世界ですよね、うんうん、そうですね、そういうところに魅了されているという、うんうん、なんでしょう、自然への愛山への愛、そういうところをすごく感じています山田さん、現在赤ゲラクラフトの代表というところなんですけれども、はい、すいませんちょっと無知なもので、赤ゲラってはい、あの分かりにくい名前を使っちゃったと思ってるんですけど、あの赤ゲラというあのキツツキの仲間ですね、あの小ゲラ青ゲラ赤ゲラみたいな感じで、はい、キツツキがいるんですけど、あのキツツキという、まあ、鳥はですね、あの、木の中に巣を作って子育てをするとか、はいはい、餌場も木をつついて虫を食べたりとか、あの木を生活の生業にしている生き物なんですね、なので僕たち、まあ、人間というか、はい、あの我々も木をこう生活の中に取り入れる、いいモチーフだなというふうな意味で、あの赤ゲラというのを採用して赤ゲラクラフトと名乗ってます、はい、最初あの赤ゲラクラフトってなんだろうって思って調べた時に、うん、あのどんぐり活動家の方が来るよって伺ってたので、はい、どんぐりの名前だと思ってたんですよ。ああ、赤ゲラというどんぐり、はい、そこじゃなくて、あの少しちょっとひねって木材というか木というところに焦点を当ててるのがなんかおしゃれだなって思うか、うん、ありがとうございますいや、どんぐりクラフトじゃないんだなって確かにそうですね、うんうん、まあ、どんぐりだけに絞っちゃうとなかなかこう動きにくくなるところもあるかなと思って幅を広げて、はい、木全体なんですね、木を生活に取り入れるというところで、うんうん、まあ、生活がね少し潤うというか、ええ、そういったなんかエピソードみたいなのとかって何かありますか？そうですね、先ほどクスノキの香りを嗅いでいただいたと思うんですけど、はい、何か香りを嗅いだ方々のお話を聞いてると、普段から不眠症で悩んでいたんですけど、寝る前にちょっと嗅いで寝ると、はい、スーッと
寝られるっていう、まあ、リラックス効果とか安眠効果があるとか、もちろんそれは人によって全然違うと思うんですけど、まあ、そういう木の香りを嗅ぐことによる、まあ、メリットみたいなものがあるんじゃないかなと思ってます。あとは、クスノキのそのワークショップ参加された、60代ぐらいですかね、ご夫婦がいらっしゃったんですけど、その娘さんが東京で働いていて、はあはい、まあ、しばらく群馬には戻ってないらしいんですけど、なんかこうやっぱり会社に疲れて、休みがちになっているけど、はい、でも頑張って仕事をしている、でそんな娘さんにちょっとプレゼントしたいんだって言って作っていってくれた方もいて、はい、なんかこう木の香りをプレゼントするような形で、なんかこう日頃の生活が豊かになったり、まあ、リラックスできたり、まあ、そんな、誰にでも当てはまることではないかもしれないですけど、でもそんなメリットがあるかなと思います。あ、いいですね。確かに、はい、香りってすごく記憶に残りますよね、そうですね。あとは、まあ、環境の面でも今脱プラスチックとか言われてますけど、はい、木材ってそのまま土に還る素材なので、まあ、そういう意味でも何て言うんですかね、環境に負荷をかけない、はい、商品製品だなと思いますので、はい、そういう意味でも木材というのは面白いなと思います、自然の中でね、なんかこう、感覚が研ぎ澄まされていくような感じになるそうですね、はい、まあ、そうやって、まあ、木を軸にいろいろ活動されていく中でなんか感じることとかって他に何かあったりしますか？木って木こりから預かったりとか、それを加工したりとか、結構木が手元に届くまでっていろんなストーリーがあると思っています。でよくこう農作物野菜だと生産者さんの顔が分かると美味しくなるとか、丹精込めて作ったんだな、こういう工夫して作ったんだなっていうのが分かれば分かるほど、まあ、その食事食べ物に愛着が湧いて美味しく感じるし、まあ、木も同じような感覚が味わえるんじゃないかなというふうに思っています。手元にですね、万年筆が一つあるんですけれども、すごいのが立派な、はい、すごい綺麗、少しこう光沢のあるような、はい、木なんですけど、この木材は群馬でバイオリンを作っている工房が、はい、職人さんがいらっしゃって、バイオリン その端材で作っているんですね。でバイオリンの裏地って少しこう飾りのついたような光の光沢が出る木材を使っていて、ちょっとこう光にかざすと綺麗ですね、反射するように光沢が出るんですね。でこのバイオリンの端材を使って、前橋の、万年筆作家さん、文房具作家さんが作って、今この手元に、すごい、一つのこの万年筆でもそれだけこう手が加わって、はい、今ここにあるっていうのが、こうストーリーをこう話せるっていうのがやっぱりこう木の面白さだなっていうふうに思うので、そんな、木の歴史、そこに携わった人たちの、まあ、思いなんていうものも伝えられると、木工品に価値がどん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 出てくるかなというふうに思いますね。確かに、なんか愛着を持ってね、接せられるというか、より大切に扱うようになりますよね。そうですね、はい、だ何気なくこう日常の風景の森でも、いやあそこにある木が実は今みたいな、ね、話になって、今後その木こりさんとかとその日常生活の中にどん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 地元の木材とかが入ってくると、そういった意味で優しい世の中がね、出てくるような感じにしますよね、ちょうど今進行中なのは、古民家を借りている、木こりさんが一人いるんですけど、その古民家の床の畳を、リノベーションしようっていうので、今ちょうど進行中のものがあって、群馬の自分で切ったヒノキの木を製材所に持ってって、で床の張り替え用の木材に加工してもらって、それを自分の家に使うなんていうことも可能ですので、こうやっぱり、ストーリーのある家作りというか、そんなことも可能ですよね。でも誰お友達とか招いてその話するだけでも盛り上がりますね、木の香りとともに、はい、すごいいい香りがしそう。今ちょうど思い出したんですけど、実家に昔私がちっちゃい時に鯉のぼりの、ヒノキの木一本の木がずっと置いてあるんですよ、ほら、あれをどうしようかなって思ってなるほど。で3年前に家建てた時に、これって何かに使えないですかって聞いたら、いやーちょっとそういうの難しいですねって相変わらず置きっぱなしなんですけど、そうなんですか。そういうのってなんか活用方法、多分ね、結構地元のいい木なんだと思うんです。ヒノキだったら、例えばそれこそ万年筆とか、
取材の時に使えるような筆記用具にすることも多分できると思います。本当ですか。ちょっと鎖具合とかそれは見てみないと何とも言えないんですけど、はい、いろんなものに多分活用できるんじゃないかなと思います。ちょっと個別で後で相談させてください。もちろんです。今日の配信が4月28日の配信ということになってます。はい、はい、明日ですか。はい、4月29日に何やらイベントがあると伺ったんですが、はい、ゴールデンウィーク初日にはい、おむすびカフェというイベントがあって、前橋市の小坂市町になるんですけども、親子が使えるコミュニティスペースで、今お話ししたような木工品の販売と、あと子どもたちのカンナを使ったワークショップなんていうのを予定しています。楽しみ。はい、はい、結構子どもたちがワークショップに参加してくれて、ワークショップだけでなくて、子どもが自分でお店を出すとか、そんなことも今計画中なので、ぜひゴールデンウィーク初日遊びに来ていただけると嬉しいです。これって予約とかは必要ないんですか。はい、予約は不要ですので、はい、そのまま来てもらって大丈夫ですね。はい、このタイミングだから明日どうしようかなって思ってる方は、フラッと、そうですね、赤城山をちょっと登って愛の山の湯という温泉施設のすぐ近くなので、はい、駐車場もそこを借りていますので、はい、ご利用ください。ぜひぜひ皆さんお越しくださいというところでしょうか。はい、あと最初に3つぐらい見せていただいた、はい、こちらのアロマディフューザーだったりとか、クスノキの缶っていうのは、これはどこで買うことができるとか、そうなんですか。はい、インターネットで販売もしていますので、赤ゲラクラフトと調べていただけると、はい、各種 SNS が見つかると思いますので、そこからウェブページ、はい、飛んでいただけるといいかなと思います。なるほど、はいはい、実際店頭販売はされていらっしゃらないんですか。ですね、藤岡市に、バーバのシフォンというシフォンケーキ屋さんがありまして、そこで委託販売が始まりましたので、はい、そこに行っていただければ、今日お話ししたようなものは販売があります。じゃあ実際にそこで実物を見ることもできると、はい、そうですね、もう、はい、まさに藤岡の木こりが切った木で作りますので、はい、その地元の、はい、そうですね、ぜひ今日のねお話を聞いた上で見てみたい、買ってみたい、体験してみたいという方ね、はい、そうそうそう、いろいろ、まあ、実際山田さんもその場にいらっしゃるわけですから、当然ね、あ、そうですね、イベントは、イベントは、ね、はい、テントにおります。そこでいろいろ気になった質問なんかもしていただけると、はい、ぜひぜひ、いろいろ教えてくれます。本当に本当に本当、始まる前どんぐりのこと全然知らなかったんだなって。今だったらもう語れるよ、それなりに知ってるっていうね。いや、すごい、群馬に住んでいながらなかなか、ちっちゃい頃以来かな、こんなにどんぐりのこと。どんぐりって何ですかっていう質問から始まったのに。ちょっと前の自分もね、少しこらって言いたい。そうしますと山田さん、今後の目標みたいなのとかって何かあったりしますか。はい、今後の目標、木材というところではやっぱり群馬の木がもっと皆さんの手元に届くようになるといいなと思っていますので、まあ、今アロマとか香りのものだけですけど、はい、まあ、そこから先筆記用具だとか、はい、家のちょっとしたリノベーションとか、まあ、その群馬の木の香り、その質感なんかを楽しんでもらう場所をもっともっと増やしたいなっていうのが一つです。はい、どんぐりのことに関してはですね、はい、世界最大のどんぐりというのがありまして、はい、中米にある、まあ、クエルクスインシグニスという、まあ、カタカナ語の、どんぐりなんですけど、はい、ちょうどですね、群馬の焼きまんじゅうくらいのサイズの世界最大のどんぐり。それだいぶ大きいですよね。そうですね、このくらいのサイズなんですけど、それをちょっと取りに行くのが今目下の野望です。はい、国でいうとどのあたりに。国でいうとメキシコからコスタリカ、まあ、中米にあたるんですけど、まあ、今のところはちょっとコスタリカが一番いいかなと思って、今調査をしているところですね。そうですよね、はい、せっかく行く、だって二十何時間かかりますね、そうですね、行くとね、はい、なるべく行ったからには手に入れたいものですからね、はい、リサーチにリサーチを重ねていく、はい、そうですね、保存用にたくさんないと。そうですね、100個ぐらい欲しいです、はい、まあ、そうですよね、せっかく行くわけですからね、うん、一応海外から持ってくるときは届け出を出せば、うん、
ブナ科の果実に関しては持っていくことができるそうなので、まあ、そんな書類を書くところから、やってみようかなというふうに思ってます。そうですよね、はい、そういう行き当たりばったりで大変に、うん、せっかく手に入れたのにっていうのはもったいないですから、ね、ならないそのあたりも抜かりなく手に入れて、はい、手に入れた際はぜひ見せていただきたいです。わかりました、はい、皆さんも連休の過ごし方少しでも参考になればと思います、はい、本日は赤ゲラクラフト代表でどんぐり活動家でもいらっしゃいます山田博久さんにお越しいただきました。山田さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。馬が舞う馬が舞う上毛新聞公式ポッドキャスト馬が舞う、そろそろお別れのお時間です。ありがとうございました。ありがとうございました。お話をしながら自分の中でのどんぐりをずっと思い出してみると、はい、結構あれですね、いろいろなんか思い返しますね、うん、なんか小学生の時に、うん、1年生の時かな、うん、あの6年生を送る会みたいなのってありますよね。そこでなんかこうみんながそれぞれプレゼントを作るんですけど、うん、どんぐりにこうちょっと絵の具とかで絵描いてトトロ作って、うん、それをあげたりとか、うん、図工の時間に、うん、写真立てを粘土で作ってそれをこうどんぐりで飾り立てるみたいな、うん、あのボンドでね、スーッと、そうですそうです、はい、やってました。枝とかもちょっとこう入れて、はい、そうそうそう、やったな、やった。そういうのを作るために親があの、うん、たくさんどんぐりとか枝とかいろんなものを取っといてくれるんですよね。あったね、なんかさバケツみたいなところに食べといてそうそうそう、でどれがいいかなとかってやって、多分私が気づかないうちに煮沸されてたと思いますそうそうそう、あの煮沸冷凍、これは忘れなくというところで、忘れずにやっていただいてから遊んでいただけると、はいね、はい、後々素敵などんぐりの記憶となって、はい、人生をね彩ってくれますから、はい、くれぐれもそこだけは注意していただきたいというところでしょうかね、はいはい、いやなんか懐かしい気持ちになったなと。本当に近くの公園行くだけでも楽しみ方はいろいろあるんだなっていうのは、うん、非常に勉強になる回となりました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました、番組ではご意見ご感想そして内容のリクエストですね、こちらも募集しております、まずメールアドレス、こちらすべて小文字で uma@raijin.com uma@raijin.com こちらまでお寄せください。でツイッターですね、こちら、ハッシュタグひらがなで馬が舞う、お気軽につぶやいてください。番組の情報などは公式ツイッタージョモアンダーバー馬が舞うからつぶやいておりますので、ぜひぜひフォローそして拡散していただけますとありがたいです、はい、そして各アプリでお聞きいただいた後は温かい評価やレビューもお待ちしております。なんか山田さん結構いろいろ聞いていただいたみたいで、はい、なんか私たちが忘れてるエピソードもたくさんそうそうそう話してくださいましたね。どうやらレビューも書いていただいているということで、ありがとうございます。皆さんもぜひお待ちしています。待ってます、はい、次回もまたゲストを招いてトークしていきますのでお楽しみにしてください。ここまでのお相手は縄文新聞社営業局の日野原明と総務局の伊藤奈々でした。ありがとうございました。ありがとうございました。縄文新聞公式ポッドキャスト馬が舞う